でね皆さん、いろんな方、えー、いろんな視点でやっておりますので、そちらも楽しんでいただけたらと思います。えー、そして、ですねこのクリップ機能というのがつきますので、クリップ機能、えー、それをつけてですねツイートしていただけると、こちらも、えー、励み出ますのでね、えー、つけていただけたらと思います。えー、でこのそれでは、まずは宣伝も占い師の方から起こしてまいります。宣伝も込みで。 えと3月8日、えー、これやりますんでね、3月8日月曜、これをちょっとやりますんで、よかったら見てください。3月8日でございます。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。後で説明します。占い師、誰でしょうか。まあ、占い師の方、時間かかマイクのミュート解除、ビデオの開始してくさ、誰だ願いいたしま なだ慣れてないジョビンじゃねこれ慣れてねえからジョビンかジョビンさん,まん、はい、よしくお願いしまジョビンさんあなたは占い師の能力を持ちましたうわ、はい、嬉しいはい人狼ではない方を一人お伝えいたしますはい人狼ではない方はハンサムオリザサさんですわかりましたそれではビデオの停止マイクロのキュート押してください頑張ってくださいはい、はい 俺クラスになると続きまして誰がどういうふうにやるとか全部わかりますから騎士の方を起こしてまいります騎士から行きますさあジョビンが占い師ですねまあこれ誰もが占い師だっても,もいい、ね、騎士の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますの側もどう,しうねんです河野さんあなたは騎士の能力を持ちました任せてください頑張って護衛を成功させてくださいはい失礼いたしましたはいあ野情熱出てますねファッション 今日スポね、続きまして。霊媒師の方を起こしてまいります。えっと、出てくれたということで。ありがたいですね。霊媒師の方ビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。さあ、霊媒師誰だ。R ール三秒であります。R ール三、あなたは霊媒師の能力を持ちました。必ず呼ばれるな、そういえば。 何もんそれではビデオの停止、<laughs> マイクのミュートお願いいたしますあっ、魚になんかあるのかあ何もしゃべんないときあるんだ、なんもしゃべんない時あるんだなんもしゃべんない時あるんだな逆に、今あれですかね、しょかあのちょっと待つパターンが、ね、ガンガン行ってたんで、キャバクラでもあるじゃないですか、ガンガン行って、ピタッと2、3週間連絡止めるみたいな。 今その2、3週間のあれじゃないですか。狂人の方、ビデオの開始、<laughs> マイクのミュート開始をお願いいたします。連絡を止めてちょっと、ちょっと、ちょっと、追わせる、追わせる感じですよね。あ、狂人来ました、ケンジ。ケンジさん、あなたは狂人の能力を持ちました。これ終わったんじゃないですか。あ、もともと狂人みたいなもんなんでね。はい、わかりました。<laughs> お父さん、さん頑張ってください。お父さん、頑張ってください。はい、それでは、ビデオの停止、マイクのミュートお願いいたします。梅なりとかって協力するのかな梅なりありえるから、どうなるんだろう。梅なりだったらやってるよね、坂野さんがね。続きまして。 人狼の方を起こしてまいります。確定でやってるね、それは。そんな一発目に引くわけね梅なりを一気にやってるね、それは。さだでしょうか。折笠さんスムラでしたね。人狼の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。あ、マジで。うわあ。<laughs> 絶対,絶対やってる <laughs> 絶対やっそれでは一日目最初の夜時間では60秒間の話し合いが可能となっておりますそれでは60秒間スタートしてくださいどうぞ海原、ね、さんアレシアス成くんですあどうも初めましてえいや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  <laughs> 頑張りますあのうんど,どうするどうしましょうねあの僕やっぱり多分つられがちだと思うんで ね、まあ俺は釣りに行こうと思ってる。そうです。なんで釣りに行こうと思ってる。だって。で、何あ、で、えっ、ー、と、超ヘイトを俺に集めてください、最初。うん、で、めっちゃなんか梅原さんの適当なこと言うんで、超ヘイト集めて、え、でもこんなわけわからん理由でやるのもあれだし、ちょっとみんな落ち着こうみたいな感じで。どうですか ああ、入り口はそれだけどみたいな。そう,そう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 。ああ。おななんでもいいですよ。あ,あヘイト集め、ね。え、あの、それはいいんだけど、なんか出る役職とかどうするその占い師とか、授バ検査とか。うーん、迷うな役職どうしよっかな出たいですか結構潜伏でいいかなって思ってますね。おまあじゃあ、一人しか出てなかったらじゃあ俺が出るわ。占い師一人しか出てなかったらじゃあ俺が出るわ。バッチリ。はい。 それでは、話こいつ、あの梅原、もう壊す気満々だぞこれ、ののだこれ。多分、多分多分投票しまくずっと投票するんじゃない多分何君にいや、ナリ君、さすがにつって、今日はもう、ちょっと言ってますよ、人狼の使った、人狼を使った、えー、と一戦目楽しみにパワハラとか、そういうなんていう社会の仕組みですかね、会社の中での序列とか、そういうのを見せる番組でございますんで。 て恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。1番、ガチ君からビデオの開始のみをして戻ってきてください。2番、ケンジさん、ね。3番、ハンサムさん。4番、梅原さん。5番、れは川野さん。6番、ゴンタさん。七番、ナリック。 変わるはフッションで来るじゃん。八番 R さん。ゴンターさんもゴンタさんで馬ブローツるんで九番。どうなるかわかりません。んかなり難しい状況です。以上九名生存です。しょしょでいくんいですか。またこの夜時間中にっっ、えー、ゲームマスターから呼ばれなかった方は市民となりますのでご注意ください。<laughs> それでは皆様まずはマイクのミュート解除。しょて行くんじゃないかな。マイクのミュート解除お願いいたします。<laughs> それでは。 1日目の話し合を4分間で開始してください。どうぞ。お願いします。お願いします。はい。ナリ君も手挙げてください。ありまして、僕、ちょっと今回、梅原会っていうことで、過去、8回かな、梅原さん出てる会社全部見てきて、最初に人狼だった時どこを見るかっていうのを見てたんですよ。で、梅原さん、毎回人狼の時に下向いてるんですよ。で、今回どっちだと思います皆さん。梅原さん、真下向いてました。あら 考察すごいちなみに、ナリ君、それ、間違ってた場合、どうやって責任取るのまあ、動揺してる感じはするな、お兄さんが。つまり、一だけ教えておいてもらえないじゃなくてさ、ゲーム進めないそう、あったんまず、役職ある。人職ある。ないし。上らないし。ジョビンさん。ジョビンさん、いしさっきの他はえ、一人ですか

他に大丈夫？他にいないのかな。ここに残った大丈夫ですか？えじゃあ言いましょうよその誰が。はい。どうせね今どうしたらいいかな。あまかます。あもう順番でちょっといいですか？じゃ僕はあの折笠さん人狼じゃないです。折笠さん白。呼び人さん折笠さん。折笠さん白。梅原さんは。ゴンタ白です。ゴンタ白。あゴンタって切り落としました。白って言えばすぐ信用するゴンタ。なるほど。例外とかは出ない感じですかね。

そうですね。まあ、俺、結構、マジで研究家なんで、格闘ちなみに、何君、何君、それが間違ってた時の担保だけ教えてもらって、何するか。指、指折るとかで大丈夫あれ、サンのことなら何でも。指折るだっけ小指折るで大丈夫ですか全小指なんて折っても、格闘ゲームできるんで、大丈夫なんで。小指は治るから、やって小指でもやってるから。小指なら何本でも折ります。 花削るとか。花削り。なくなる。穴は。穴は。あ、入らないでしょ入らない。相当なリスク。ほとんどない部分。あ、ローラー。二人の場合ってローラーっていいんですか。逆に。いや、でも、これは。ローラー。でも、結局、なんか、前回、僕、学んだことがあって、ここで。完全な村人を。釣ってしまうとダメなんですよ。 頭よそそうに見えるっす。何だろうな。誰が口開いても信用しちゃいけないって感じがして。違う。一応、あえて、全く同様して、あえて乗ると、俺ずっとガチ君見てたのよ。最初にみんなが見ると。ガチ君がなんか。 こんな顔してなんか、誰が人狼だみたいな真剣な顔してるの見て面白くて。いやあのね、なんでかわかんないんだけど、すごい緊張したんよ、俺今日。何回も出てんのに。ガチさんもなんか人狼っぽいんだよな、これで見ると。でもだってそしたら今の、誰、梅さんのツッコミないし。情報が全然ないちょっと今。いや、まだまだ。え、違うさ、待って待って、なりくんって役職あんのいや。

<laughs> それでは投票のお時間です,す投票の時間では誰か1人に対して質疑応答を1分間することが可能です <laughs>、えー、最初の、えー、投票の時間ではですね1番のガチ君から、えー、順番1番2番3番と順番に投票を行っていただきます投票数は指で出していただくんですがっ、えー、と画面上にですね投票数のカウントがありますので、えー、そちらの方を信じて基本的には動いていただいて大丈夫です それでは一番ガチ君、どなたに質問されますか話し始めたらタイマーが動きます。じゃあ、ケンジさん。おはーい、ケンジでーす。あのケンジさん、まあ、あんまり喋っとらんかったんで、とりあえず、なんか意見があれば。えあ俺俺の意見でいいんですか、はい、あー、まあ何でも、今のとこまあ梅さんとジョビンさんがこう出て、グレーから釣っていくっていうなるんだったら。うん、いやー、なんか俺。 前のまでの俺出てた時だと、はい、あのなんかふ2人なんだろう占い師とかってあんまりその釣ってくの得策じゃないみたいな感じだったけど今って釣ってく方がいやでもこれ金に占い師釣って、うん、どっちか強靭人,人狼が残った時ってもう次のとこからの精査がしづらくなるんかなと思ってそうそうそう,そう,そう,そうだったらグレーから行くって感じなんですけど、うん、村人釣るとなんかね っってたじゃあどうすんだよガチんまあでもセオリー我々が気にしてもしょうがないんじゃないかっていう。まあまあ確かにそう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 ですね。好きにやった方がいいと思います。それではガチんどなたに投票されますかとりあえずじゃあ。 ま、とりあえず、じゃあ、ケンさんにときます。あの、ま、チラシ、ちらしでね、ちらしでときます。なるほど。ケンさんに1票目が入ります。ま、ケンさん、可能性もありますかでは、続きまして、2番、けんじさん。どなたに質問されますか確かに、やっぱ立ち位置こっちの。そしたら、じゃあ、せっかくなんで、ナリ君、ナリお願いします。お、どうも。ああ、どうも。はじめましてはじめまして。よろしくお願いします。ちょっと1票入れられちゃって、ちょっと不平ですよね、これは。いや、まあまあ、まあ、全然。まあ、これはもう想定の範囲内なんで。 あれーえっ、ー、とまず最初に聞きたいのははいナリ君はえっ、ー、と知恵が高い方ですか I.Q ですかねはい、はい、大卒ですおおなるほど大卒このマウントの仕方<卒>ケンジさんは、はい、I.Q 低そうですねケンジさんは専門ですね <laughs> ああなるほどじゃあはい知恵 ね、知恵が足りないかもしれないです、ね足りない。ああ、まそんなことないです、専門は。やっぱり、ね、はい、専門的な知識がある。いや,いやいや、はい。えっ、ー、とー、なんか、いや、何をお年、知っ,ってますか特に、特に,<知>特にあの初めてなんで、一応、最初だから、ちょっと、はい、どういう人なのかわかんないんで、はいで,ね、でも、あのガツナンが言ってるのすごい正しいと思ってて、やっぱグレーのとこから釣った方がゲームとしては長続くのかなと思ってます、ね。はい。なるほど、了解です。わかりました。レー行きたいなって思ってます。はい。 それでは、ケンさん、どなたに投票されますかナリ君で。ナリ君に1票目が入ますさすがですね、何もないですからね、話は何もないですからね。続きまして、3番、アンサムさん、どなたに投票されますか肩の力を抜いてみてくださいね、皆さんね、肩の力を抜いて。はい。え、俺を白出ししてるし、最初に手を挙げたんで、え、まあ、しんと。 お、まず、軸を構えなければならない状態で。はいはい、僕はまず占い師です。はい、となると、あの、梅原は確実に真っ黒黒助。出ておいでなわけ。ですけれどもいや、さっきの今君もその、ガチ君見てたって言うけど、うん、その画面の下に出ようが、別に。目線が下は、そんなん、ならないはずですからね。その画面を見てるで、別に。え、それ、な、それ、成君の話じゃない。いや、そうそ、そ,そ,そう、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 成君が、目線が下だったっていう、その言い訳として。<laughs> うん。うん その画面の中の下ぐらいではし<あ>目線は下にならないと思うんですよ、うん、別に。目線変わんないはずなんで、ね、ほぼ相当なんか研究してきた顔で、今、ふっと成君の見たらすんげえドヤ顔したんですよ、成君が。いや、俺も嘘じゃない気がするな。ちょっとね、これありそうだなって。いや、マジありそう。まあ、だから、現状それを軸に俺は考えたらえ得ないわけですよ、俺、あのー、そういう状況なんで。強靭の可能性もあるすけど、ね、あー、そっか。 うん、その可能性は全然あるなと。人時のしたも下無意識かどうかのデータが欲しいわけですね、何か,から、うん、そこのデータ取れてないと、まあでも教訓か人狼じゃないですか、でも、何君の言葉を信じるなら、まあ、人狼、まあ、うん。うん、まあ、いずれにせよってことですね、わ、はい、かりました。ありがとうございます。それでは、ハンサムさん、はい、どなたに投票されますかそ投票どうすかがちょっと長かった。んのその今の疑いがあった上で、散らす意味で、あの全然関係ないの川野君で。 なるほどね、川野さんにおかまやろうですね。おかまやろう。文句だけ言って結局投票しない、ね、野郎です、ね、では続きまして、4番、梅原さん。えー、<laughs> どなたに質問されますかゴンタで。そう自分が白先の人間結構言ってますね。白、まあ、出ししてるんで、うんうん、で、えっと、なんか役職で出てない時点で、まあ、教人もないのかなと思って、かなり、うん、あの信用できるなと思ったんで、うん、あ,のあなたを。 見方として考えていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずさっき言ってる、下向いてたって話、あまずうえです。確定して嘘ついてるのが、下を向いてたっていう部分。まずこれ嘘ね。下向いてないから。プラス、人論の時下向いてるっていうのも、多分嘘だからね。あそう。だ相手にしない方がいいよ。っていうかさ、怪しすぎないこの人、ちょっと。俺、マジで。俺ね、逆だね。こいつでいいんじゃないかと思ってるんだけど。いやー、あれ、いきなり初手から打てる 相当なリラックスを感じるよ。いやいやいや、もう、そういう人なの。なんかね、なんか、なんか、変な。変な、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 変な人なの。うん。まじで、なんでもいいから。逆に、だ、誰が、誰が。まあ、結構、今、ちら、知ってる状況だけど。あ俺が。俺がってこと。俺、まあ、一応、若干、カード。喋ってなかったように感じた。それでは、梅原さん、どなたに投票されますか。なりくんで。さあ、来ました。 なりくんこれ釣られたら新占い確定です梅原がでは続きまして5番河野 <laughs> 君が釣れたらまず新占い確定ですさすがにバ外ちゃんあれが絶対に認めます占いは梅原が梅原さんが下を向いてたからデータ的に人狼っていうことなんですが、うん、ちなみに他の癖って何かあったりするんですかまならまだ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 出さない、ね、まずは初日は このぐらいにしとこうあとりあえず下を見てたときは人狼そうかのもでも分かるんじゃないやっぱ梅原さんと長い付き合いだからまあでも下を見てたかどうかは僕正直見てなかったですねこの雰囲気人狼かどうかっていうのはちょっと分かるんじゃないかないま,まあ確かにちょっと怪しいけど、ね、えちなみにそれって強人の時もなんですか黒ってのは強人ははい強人もあるんですか下を向いてなかった <laughs> <laughs> あそうなんだ <laughs> ええー、あ じゃあそもし違ったときの話なんですけど、あのちょっと、シロスクでグラビアのポーズを取ってツイッターにツイートしてるんですけど。全然いいよ。じゃあ、合ってたら、合ってたらお前がいるよ。さかなさん、会話終了でお願いします。あ、ちょっと待って、笑顔で。それでは、どなたに投票されますか。強制的に終了です。とりあえず、チラス指でゴンタさんで。 ゴンタさんに1票目が入ります。ーカーはでは続きまして6番、ゴンタさん。どなたに質問されますかカ、えーノくんで。カーノくん、こんばんは。お疲れ様です。えとあのー、僕のカーノくんの印象ってすごい積極的な人ってイメージなんですよ。よはははいいい発言もしっかり残すし、議論に一生懸命参加しようとしてくれるっていうイメージがあるんですい でその中だと、ちょっと静かめだったかなっていうの、もしかしたらいきなり人狼を引いてちょっと緊張してるのかなっていうのに見えちゃったんですよ。そうじゃないです、ちょっとナリさんのインパクトが強すぎて,て、はいあ、ああ、なるほど、引いてました。ああ、なるほど。はい、あの人形抱えてたんで、ちょっと怖いなと思って、はい。<laughs> そういうことか。え、カーノ君の視点から見ると、ナリさんの人柄ってどんな感じですかいやー、でもね、ちょっと怪しいなとは思ったっ ね下向いてたって本当なんかなっていうそもそも人狼でもやりそうこれをああ人狼で夜はなさそうでもなんかうーん悪目立ちするでしょうーん人狼で夜はなんかなさそうなやってんのでも変な人だから <laughs> <う>それではゴンタさん,んすないど,うどなたに投票されますかどうでもいいと思ってるんでナリ <laughs> 君はゲームなんてよい 自分が売名することだけを命かけてるから。ごめんなさい。えっと、じゃあ、ごめんね、カー主戦ん。カードんに票目が入ります。では続きまして、7番、なりくん。どなたに質問されますかえー、ジョビンさんで。こんばんは。お疲れ様で、ジョビンさんが。 まずは、まあ、僕がハンサム三振だと思ってるんで、はいうん、出しされてるっていうところで声かけました。うん、どんな感じで見てます多分今、まあ、僕と河野が2票ずつ入ってるんですけど確かに俺ゴンタさん言うように河野、まあ、すごい積極的なのに喋ってないっていうのは。 怪しいいかなっていうので,でも、河野の理由として、成君にちょっと引いたというか、ちょっとドギム抜かれたみたいなは、ちょっとまあ分からんでもないなっていう、ちょっと喋りづらく、最初のインパクトで、それは分からんでもないなと思ったけど、確かに口数は少ない。まあ、全体的には少ないかなっていう感じですね。うん、俺的には河野が一番この中だったら怪しい、その表が入ってなかったらえ。梅さんには入れへんの梅さんは入れても多分、もう誰も入れないと思うんで、うん、次の日、ま,あ、ね、ます僕は。ジョビンさん、誰が怪しいですかあとは。 えー、分からんな確かにカーノ口数少ないのは少ないけど、まあフード戦に負けたからテンション下がってる可能性も全然高い。<laughs> なるほどね。確かに確かに。<laughs> いですね、まあとりあえ<ー>ずカーノに入れますょうあーはい。ありがとうございました。はい、カーノさんに3票目が入ります。では続きまして8番、R さん。どなたに質問されますかます質問がないのにこれ、このまま行くんじゃないですか しゃべるやつがいいね。ガチくんで。はい。ここ、えっと、俺が思うに、成君を生かしておいた方がいいかなの思うん君、なんか役職匂わしたじゃないですか、一応。匂わしたかなあの、さっき、役職あるんですかって言われたときに、うん、どうでしょうみたいな感じで。 一応あるん、もしここで釣られる、そうなったら絶対言った方がいい。<っ>これ、ナイ君にも一応向けて言て、ね、誰、誰でも言うよ、あれは。っていうか、むしろ俺はもっとシンプルに、いや、ナイ君、結構きちいなと思ってるから、ここで殺しちゃった方が静かになるかなっていうのと、<laughs> 支援が入っとんですね、もう。それか、あれね、まあ、川の、っいや、もうでもね、 グレーからいくんか俺なんか今ちょっと思ったんすけど結局グレーいくよりなんか占いもローラーした方が良かったんからちょっと思ったんですよいやもう遅いじゃんまあそう遅いんすけどいやもうだからエンタメに走るかガチめにいくかなんだけどまあとりあえず俺成君に入れて最後のジョビンに任せるわあ了解ですはい。はいわかりましたはいはいそれでは R さんどなたに投票されますか成君でお願いします りんに3票目が入これどうすんですかねでは続きまして9番ジョビンさんどなたに質問されますかえ僕もガチくんでさあ役職が聞けませんカワウまリ君が怪しいと思ういやまあなんか挙動は怪しいな俺は怪しくないと思うよなね最初まあでもあのーうん、まあそうっすね怪しいのは結局その 一番こんならしいのは梅さんがジョミンさんになったんですよ。そのどっちかに強人、うん、人狼家がおるけ。うん、まあ、成君はちょっとやっぱり、爪痕残したいって意味で、多分こう、電車ばったと思うんですけど。でも梅さんとの長時間を長くしたいと思うから、こんなことするかなと思っちゃうよな。予想との,の<ー>時間。はいはいはい。別に、も変わ野も俺もそこまで大しだと思わんないけど、もどっちか選べて俺河野かなって感じなんやけどあ。結構ね、僕推理、うん、推理はあるんですけど、ちょっとですね、うん、その時間が足らんけ、言えんのんすけど。うん あの、そうですね、ここはでも、決戦にして、もういいかもしれない。そうだばに役職あるかもしれない。確かに俺が決めるんじゃなくて、そうした方がいいな。普通だったら、売らないと。一応、その手もあるまあジョビンさんがもし、どっちか潰しだったら、入れてもらっていいや、俺、別に河野もそんな怪しくないなと思ってて。はい、わかりました。それでは、ジョビンさん、どなたに投票されますかジョビンさん、どなたに 投票されますかマイクがミュートになっております。ハンサム折りカサで。ハンサムさんに1票目が入ります。投票の結果、本日は5番河野さん、7番成君の決選投票となります。川野言ううんでしょうか <laughs> 容疑をかけられたお二人は弁明をする時間が設けられます。弁明をする順番は本日の投票の順番と同じです。それでは河野さん、そして成君の順番で弁明を行っていただきます。河野さん。 弁明をどうぞ <coughs> えー、っとですねまず僕一応今回大事です<う>っていうのもまあ役職があるんですよ、はい、で何言,わんのか言えよ、うんま、俺やっぱその今大会から帰ってきて <laughs> で即パソコンつけて各ゲーマー人狼出てそれでこの決戦投票しょっぱななりさんとの信頼度勝負で負けたとなったらもう出ませんよ <laughs> こんなん絶対に出ませんもんそれはもう僕本当につらいと思いますこれもう正直もうここで信頼どうのこうのなんか理論だっつってももう無理なんで理論ないんであるだろこの中でも俺を信用してくれとか言えません <laughs> それしか <laughs> 言えただマジで今回の僕本当重要インポッシブルですマジでお願いしますそれではナリん 弁明をどうぞ <laughs> カーノが、えー、パッションなのに対して僕は、えー、理論でいきます。えー、カーノは始まるときにですね、パッションでいくしかねえって言ってて、もう今出ましたね、焦ってパッションが。っていうので、多分怪しいです。で、僕はマジで、まあ、ガチさんも多分気づいてたんですけど、ちょっとあるんで、一旦残して次。 ちょっと役立ちたいと思ってます。何で言われるのっていうのと最後に、えっ、ー、と、なんか、R さんがなんか目立ちたいだけであいつうぜとか言ったんですけど、ちょっと R さんやっぱ仲良くしたいんで勘弁してくださいっていうのと、あの、人狼だったらああいうことしないんで、僕、本んそこだけはもう皆さん信じてほしいですというその3点、皆さんね、ん考えて投票していただければますので、よろしくお願いします。以上です。それでは、お二人の弁明が終わりましたので、 残りの7名がが投票権がございますいいだただし、えー、投票は川野さん、成君どちらかに投票していただきますが、えー、その際に名前だけ投票となります投票の理由を言うことはできません投票は悩んでいただいても結構です、えー、投票の順番は、えー、先ほどと同じように1番のガチ君から、えー、最後に9番のジョビンさんという形です、えー、なおこの段階で投票が同数になった場合はランダムで処刑者が決定されます お気をつけください。この時点で同数になった場合は、もうこの時点ですぐにランダム処刑となりますので、ご注意ください。はい、それでは、1番ガチ君、どちらに投票されますかナニ君。ナニ<か>君に1票目が入ります。では、ナニ君に指で。はいえー、2番、ケンジさん。教授になる、普通、買うのです。 川野。そうですね。わかんない。川野さんに1票目が入ります。3番、ハンサムさん。鳴らした方がいいんで。川野。川野さんに2票目が入ります。さ梅4番梅原さん。梅原さん。ゲームを取るか。川野。 川野さんに3票目が入ります川野さんに3票目が入ります川番<分>ゴンタさ自分の気持ちは絶対に嫌なのに何くん入れたいのに<ば>嫌いだから何くん入れたいのにゲームを取ったゲームを取った決定評価これ何くん入れたら取られるかなーつっていやごめんなさい,い,んなさいカード川野さんに四票目が入ります八番 R さん さあ、岸い、岸行きましたよはい、いえーと、河野で河野さんに5票目が入ります9番、ジョビンさん河野で河野さんに6票目が入ります投票の結果、本日処刑されるのは5番、河野さんです河野さんは遺言を言うことができます遺言をどうぞ本当ここはレベルが低いですね <laughs> 正直かなり怒ってますがまあ明日一応ジョビンの誕生日ですがもう絶対に誕生日プレゼントは渡しません <laughs> 以上です関係、まあ、いいそれでは川野さんはビデオの停止マイクのミュートをしていただきいい夜を守っていてください,い,い川野さんを処刑したにもかかわらずいい恐ろしい夜がやってまいりますいい生存した皆様はビデオの停止を押していただき <laughs> 夜をお過ごしください自分がいなくなった後の村関係ないですかね ああそういうことやるんだそれでは皆様、<あ>おやすみなさいませあんたらそういうことやるんだじゃあいいよ俺も村の旅やんねんもう騎士って言わねえかんな、ね、知らない、ね、騎士いると思ってんだろお前らいねえかんなっつって <laughs> 騎士いねえかんなっつって知らねえ、申し入れないさすが川野 <laughs> 役職言わずに死んでいくとかそれでは能力者の方を起こしてまいりますっっまずは霊媒師の方あどううか,から起こします 面白いですねこれね霊媒師の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれではあるさん本日処刑された川野さんの正体をお伝えいたします川野さんの正体は人狼ではありませんでしたわお喋ったい英語になってるいい語になってる <Really? S 3> いい ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。<laughs> ずっとリアリーっ,つってた。なんか腹立つなあいつな。なんのやつ。るさん気合い入ってますね。ででは続きまして、占い師の方を起こしてまいります。そあ。<laughs> 腹立つあいつ。占い師の方ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。さあど はい、お願いします。それでは、ジャビンさん、本日、どなたの正体を確認なさいますか。ええー、アルさん。<お>それでは、アルさんの正体をお伝えいたします。アルさ,、はい、さんの正体は、人狼ではありませんでした。それでは、ビデオのデシマイクのミュートお願いいたします。もう無駄占いだ。 村として騎士が死んで1回目、銃売りに占います。ま騎士のをを起こす時間をすさあ、もう間に合いません、これ。そして騎士行かれてるんで、次え、市民行ったら終わりですし、<laughs> 占いが <laughs> 通ってなさすぎて、もうどうしていいか分かりません、これ。もう、運です、運。とんでもなくきついです、これ。えー、これが、これがね、いいですね、上原軍団の人狼です、これ。これいいね、人狼の肩を起こしてまいります。 ううちのもほぼ勝ちですよ、これ。ここから負けたらバカでしょこれ。人狼の方、ビデオの開始、マイクロの開始。ちょの占いは人んですよ。違うんですよ。R さんが悪かったね。なんで俺にてるんですかマジで死ぬかと思ったんですけど。それでは、2日目以降は30秒間の話し合いの後、終を決めてください。それでは、スタートです。どうぞ。しますあのバカはいた方が有利だから。そうですよね。ガチさん、多分ちょっと抜けてるんで、潰してません あ、いや、俺、R、あ、そうか、R さん、ル邪魔だなっていうか、でも、ンタも邪魔だけど、ゴンタは一応白出ししてるから、まあ、そん、でも白出してるからこそ、え、ゴンタさんが白出ししてるのな俺が白出ししてるから、ああ、そういうことか。俺占い師だから、そうですよね。だから、R さんでいいですよ、R さんで。にしましょう。で、僕って例のと騎士どっち出てたらいいですかカワの役職ありましたかね、あれ。どう思いますあったんじゃないあった、OK。じゃあ、どっちか出てます。 それでは本日の襲撃先を教えてください。R で、R さんで。それでは本日、R さんを襲撃いたします。初日に、ビデオの停止バイクのミュートをお願いいたします。さすがですね、ムヤラ軍だ初日に潜伏している霊媒と騎士、いそれでは皆様、お部屋にお戻しいたします。ええ、もう、どうするんでしょうか村、どうするんでしょうかどうやったら勝てるんでしょうかここから村。見ていきたいと思います。ええ。 でもワンチャンあるんですよ。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。1>, 1番、ガチくんからビデオの開始のみをして,って,てください、ワンチャン。ワるというのもやらかすんで。ワンチャンあますよ。い。では、2番、ケンジさん。3番、ハンサムさん。4番、梅原さん。6番、ゴンタさん。7番、ナリックン。 8番、R さん。さどうなるんでしょうか。9番、ジョビンさん。まあ次、市民がとりあえず行ったら勝ちです。市民が釣ったら勝ちです。本日、無残な死体となって発見されていた方は、R さんです。R さんは、ビデオの停止をお願いいたします。さんん何するでしょうかそれでは、現在、生存者7名です。 皆様、まずはマイクのミュート解除お願いいたします。マイクのミュート解除をお願いいたします。2日目の話し合いを4分間で開始してください。どうぞ。お願いします。まあ、えっと、僕、占ったんですけど、うん、r んがどっちかわからんなと思って占ったんですけど、白でした。まあもちろんそうですよね、これ、はい、だから例媒だった時の問題ですけど、例媒今、拒否する方いますかってあ。待って、梅ちゃんの色。 あ、そそううえっとはいあのガチカでした。ガチか。ガチカシロ。あ、俺もう完全にそのラインを疑ってるんで俺は今あの梅原ガチカを疑ってます私は。はいはいはい。確かにな。あと霊媒さん、霊媒さん、霊媒さんいます。ケンジさん。おおお。おお。いた。おお。生き残ってくれた。はで、白黒。白黒。えっと

なんでガッツところでまず、ね、ガチ君が,ちがちく君を最後の,あの決選投票の時に言った理由って、なんだあ確かに俺に1票入ったのが、ガチさんだけでしたね。あそこはぶっちゃけ俺、どっちに入れてもいいかなと思っとって、うんでまあ、これ、完全なメタで、結構、河野がここまで切れ気味に。 死んでいったとこを見たときに、多分ほんまに役所があったんじゃなちょっと思ったんですよ。分あの人狼だったらあそこまで切れずに、なんかね、にやにやしながら死んでいくんですよ、確かに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 、そんな気がする。あいつやっぱ切れるときで結構ガチなんで、にやにやしながら死んでいく人狼って、クソなこだけどな、それいや、そう。教人っぽくないですか、でもそれで言うと。あいつ狂人じゃあいつ人言って、かんのでな、これ。で人なのに雑誌したの、何にもしないで死んだの、狂人が。 一番最後に若干役職に匂わせたぐらい。でも、これ、ワンチャンでこれ人道が二人残っとんすよ。ワンチャンっていうか、ワンチャンが絶対残ってますよね。ワンチャンじゃなくて。ワンちゃんね。なんか怪しい。あ、ごめんなさい。ちょっと今の。ワンチャンっていうのはご指のせいです。そうなって、ケンさんまず、例外、これ確定いいじゃないですか。はい。 強人もあるですよね全然 R さんが霊媒だったかも霊媒かもしれません鎌野が霊媒だった可能性もあるけどそうかそうかこの時に本番の白をこういやでもケンそこでいきなり霊媒ぶっぱするかないやなんか出そうな気がするなでもナニ君これは何君こうなるとはいもう騎士よね確かにそれが言てるのが気づいた いや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 いかいやいや別にだってこれはちょっと待ってこれ騎士重要だから乗るなよそれいやちょっとだってガッツ騎士重要だから乗るなよそれいやちょっとだってまさか話言ってくると思ってちょっと待ってくださいに騎士ならいや本間の白を探してここ絶対いいじゃないですかガッツいかんなこれちょっと教人か俺の推理ちょっと語っていいですかじゃあちょっとおいいよお願いします俺ワンチャ俺梅原さん強人の ゴンタさん黒なんかなちょっと思ったんですよ。おお、そう。俺が何じゃ、ゴンタを味方って。どうやって見極める。の違う違う。梅さんはたまたまゴンタさんに。白ぶっ刺さり。ぶっ刺さって、ゴンタ。それは推理じゃない、妄想だよ、それは。そう。そうなんですよ。そうなんですけど。じゃなくて、この後に川うのに。 表入れたのがちょっと怪しかったんですよ。ゴンさんが。シャベットランケっていうのを結構縦に仕入れて、あの時に。いやいや。まあたまに。そうそうそ君ともシャそれ言ったらさ、だってガチ君はじめましただから。俺、俺はガチさんが俺に入れたのがなんかあの東京がですごい俺よりだったのにいきなりあお川の白ードに入れる感じだったか俺に入れたのかなんか。いやまあでも川の白だからね。別にガチ君ところではないけどね。まあ確かに確かにそっか。そうそう。あまあそれはそうか。そうそうそう。これじゃない。 それでは話し合いが終了となりました。ん皆様、さんマイクのミュートをお願い,いたします。のおいいそれでは、本日襲撃されていた8番、R さ <laughs> んをつなぐこですので、すげえ<番>やられてます。ジョビンさんからの質疑応答となります。<laughs> れますそれでは、ジョビンさん、どなたに質問されますかえー、どうしようかなー。 じゃあなりくんでお願いしますお願いしますえー俺,俺もどう考えますえ入ってるあ、いやどどう考えてますあー俺もおにかさんよりガチくんうさんラインが怪しいかなっていうありそうだからわざとうめさんもガチくん怪しいんじゃないかってちょっとフェイントかけてるん白出ししてる確かに俺はねなりくは違うと思ってる うん、俺の目から見ても完全にガチさんはこの回で相当やってるなって思いますね。黒か白か置いといてちょっと下手ムーブが過ぎるかなっていうのはあるんで、<laughs> あんまり村のためには動いてない感じが過ぎた <laughs> 申し訳ないですけど、ちょっとやっぱご心配。俺もやっぱしゃべればしゃべるほどガチ君がちょっと怪しいなと思ってきて。ジョビさんど、どっちから入れますガチ梅は。でも俺、と梅さん1回、梅さんじゃないかなと思うけども、まず、梅さん絶対怪しいから、占いでも2周目するってどうなんですかちょっと危ないですよね。<ー>ほん なんかそのみんなの思考的に、俺はどどもうどっちも入れたいんですけど。本来これはグレーの結構ここは多分ガチさんのほがえしうかな。ガくもっと喋らせたらしゃべらせるほうが、やっぱロが出てきそうな気がするかあプレッシャーかけてきますか。それではジョビンさん、どなたに投票されますか梅原さんで。梅原さんにこれは両目が入ります。こ自分のうち勝負するしかない。占いをめ打ちする盤面なので。 ガチ占い師以外にそれを言うや,やつは怪しいんですけど他にグレーで怪しいってやつがいればいいんですけどちゃんとジョビンは相手の相方の占い師入れまして俺ガチ君に入れるかなと思ったんですけどんか言おうとしとったよなとりあえず、えー、っえっと今えっとジョビンさんが「はい、梅原さん怪しい」っつっとったんじゃけど、うんはい、それ絶対そうじゃん。 俺は怪しいと思ってます梅原さんも同じくジョビンさんが言うのは分かるんじゃけどなんかそこ弱かったなと思って言い方がだって対抗じゃけさ絶対怪しいのは間違いないじゃんジョビンさん占いのことって梅原さん占い師なのになんでそこちょっとなんかその装った感じじゃなくて自分が占い師ってことを忘れたような言い方だった確かにこれなんか占い師じゃない可能性ありますジョビンさん一応それは今話しとって思った確かにそれよく気づきましたね ガチくんはなめんなよごめんなさいごめんなさいビッキリ言てましたガチくん全部全部外れてますなんかあったんよなちょめやらラてもいいないや、けなんか今俺あったんだけどねでもナリくんそうなるとはいまだ役職あるかわからんグレーな状態じゃろう。グレーグレーでお願いしますそれではガチくんどなたに投票されますかジョビちょっと待ってくださいこれは ジョビンじゃないの二分の一で番目よ。もうしくってる可能性があるから。いやいや。さあガチ君ごしにジョジョビンさん。おお<ー>ジョビンさんに一票目が入ります。まだごしんには帰ってこないね。まだ帰ってこない。では続きまして二番ケンジさん。ちゃんと質問されますか。 ここでケンジさんは占い師には入れませんね、絶対。強靭な,なので。ゴンタ。はい。うまいこと言うんゃいですか。あうんうん、いや、あのー、今ちょっともうここの2人入ったから、多分その占い師どっちか釣るっていうローラーみたいなちょっと雰囲気になってきちゃった、うん、ローラーはできないです。ローラーはできない。いや、あの、一応確かに今、ジョビン。<laughs> さんが怪しいよっていうようなことをちょっとガシ君が言ってらまあなるほどなってちょっと思っちゃったんだけど確かに最初から梅原がちょっと怪しかったところもあったしんかどっちに投票していったらいいのかっていうのがすごい混乱しててえっと初日にさ、うん、いや俺正直言うよ、うん、正直ケンちゃんが本当に霊媒かっていうのは俺ちょっと若干疑ってるところあるの、まあ、霊媒師を引いたとしたらあの、うん、佐川さんから白か黒かって言われるじゃん。 でその、き、うん、の昨日釣ったカーノ君のシルコーっていう、それはまあ真っ先に言うかなっていうのがあったから、うん、ちょっと若干っていうのがあるけど、塩出ちゃったから、いずれしょ、もう、真摯、塩だと,思ったとしたらさ、梅ちゃんとジョビンさんのどっちか当てないといけないじゃん。うん、俺は今、ジョビンさんかな、怪しいの。それでは、ケンジさん、どなたに投票されますかジョビンさんで。ささんんんに2票目が入りますケンジさん気づいてんのかな では続きまして、3番、ハンサムさん。どなたに質問されますかたまに分のちいた。ジョビンさんで。まあセオリーで分かってないんで。はい。まず、あよろしいですかね。あの、先ほどに関しての弁明をお願いします。はい、え、僕、怪しいこと何を言ってしまったんからあのだから、はいあの、怪しいって言ってしまったの。の、対抗な梅原は確定なわけだけれども、梅原怪しいんですよね、だっ,っ,っていうミスが今指摘されてるじゃないですか。 それはど、何か弁明ありま,すかあまあ、いや、まあ、それはちょっと言葉のミスというか、まあ、もっとはっきり言うべきなんですけど、でもど,ど、ど、誰がどう考えても<の>さん怪しいのは分かってると思ったんで、ま,ま,んでまあ、怪しいというか、まだ分かんない。いまだ分す。まあ、それはちょっと言葉の、ね、確認もします。ミス。なりくのバカで、うめらに出そうなんで、ね。てか、もう絶対怪しいじゃないですか。どう考えても。 いや、怪しいじゃなくて、あの、本来であれば。まあもう確定。最高だと確定なんですよ。おお、折り方さんがバカにしている。強人の可能性もあるし。ジョビをバカにしている。いや、俺絶対嘘ついてないですけどジョビめっちゃ怪しいあ、怪しい急にこんな怪しくなってる俺。それでは、ハンサムさん、どなたにご用されますか これは厳しいやつきたな <laughs>。<laughs> ずっと梅原だと思ってたからね、えー。でもなんだ、堀川さんは。まあ俺の考えは改め,改めます。あの、あ<っ>確定させたことを改めた上で、はい、まだ散らしましたあの梅原さんで。梅原さんに2票目が入ります。今ので,では続きまして、4番、梅原さん。まあ、なんど,どなたに質問されますか,ないか 蜂蜜かけますゴンタで蜂蜜かけませんね、やっぱはい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 えっと、まだ人狼が釣られてないじゃない、うん、で、そろそろなんかこうまあわかんない、あの川野とアールの方にもしかしたら黒川の人間いたかもしれないけどあれは絶対ないわかんないじゃん、それもそろそろ黒川ついたいなと思って あまで俺の目から見るとジョビンは黒確定なんだけど、うん、残りで行った時に棋、うん、士だって言ってる、うんえー、く君、うんうん、が棋士じゃなかったら棋、うん、士じゃなかったらっていうかなんかその線もあるじゃん。だからかもし棋士なんだったら棋士の人は出てきた方がじゃないともう黒側を全く連れてない状況だから。 うん。あ、わかんないけどね。わかんないけど。うん、その。うん、その確定で、あいつ黒だったなっていう人連れてない状況だから。うん。そう。いや、それは違う。俺はジョビンに入れるけど。その、いや、うそういう、何に。あ、そういう。これは、もう検事が、霊媒がさすがに確定だと思ってるから。うん。なるほど。な、騎士がいないとちょっと。それでは、梅原さん、どなたに投票されますか。ジョビン。 ジョビンさんに三票目が入ります。なるけど気づいているか。これで終わりだぞ。では続きまして六番ゴンタさん。どなたに質問されますか。ジョビンさんね、二、うん、票もらってるもう無理っすよそれは。はい。ジョビンさんすみません。えっと。はい。今から質問するんで。はい。最速で答えと思ってるんですけど。マジで最速で。はい。はい。きますね。はい。えっと占い先言ってください。初日とはい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 。はよはよはよ はいはいええ、れだったかなオッケーです、ありがとうございです。いや、あの、僕、ジョミンさん、いいですか僕はジョミンさんに入れるんですけど、えっと、理由があります。えっと、一番最後、さ昨日の表なんですけど、えっと、折笠さんに入れたんですよ、ジョミンさん。捨て票なんですよ。もう決まってたんですよ。決まってて、僕が河野くんに決定票入れて、カ野くんの死亡が決まって。はいはいはい。 であとはも、ま、う、あ、捨て票だったんですけど、はい、ジョビーさん、折り返しさんに出れたんですよ、捨て票。はいはい、僕を占い師だったら、いくら捨て票でも、城崎には言えないんです、僕は。ああ、それはばらけさせようってもう普通に思ってただけです。で、1票も入ってなかったん、ね、で、あえて。だってもうてもようが関係なかったのいや、関係ないですよ。関係ないんですけど、はい、やるかなっていうのがありました。それでは、ゴンタさん、どなたに投票されますか、まあまあ ジョビンさんに4票目が入ります。では続きまして、7番、何どなたに質問されますかゴンタさんで。はい。えっと、お願いします。僕がどっち入れても、まあ、ジョビンさんが釣られるんですけど、ていうところで、えっと、僕も確かにガチさんが言ってたように、ジョビンさんが怪しいなと思って、ゴンタさんがとどめさせたなっていうので、僕とどめさせました。 えとなんだっけ、強人は確定だと思ってます。で、えっと、ゴンタさんが、ケンジさん怪しんでたんですけど、霊媒。はい、正直、はい、ちょっと怪しいすような気がしてて、僕から目線も。うん、なんかすぐに言わなかったっていうのと、うん、あと、川野が仮に、本当にしなんかその、切れてたっていうので、本当に役職があったとしたら、霊媒なんですよね、だからこの時点で。 まもあ,るあ、そうか、R さんのケースもあるのか。うん、まあ、R さん方はケンジさんまあそうですよ、そうなるんで、ちょっと怪しいかなっていうのがあるんで、うん、っていうのがありますね。ただ、俺、最初、梅原さんが怪しいって言ったのは、ちょっと、後で梅原さんには謝罪しようかなと思います、この流れ <laughs>。いや、でも、梅ちゃんが来るのも全然あるんですよ。僕は <laughs>、まだありますよ、全然。うん、OK です、OK です。それでは、ナリ君、どなたに投票されますかと、ジョビンで。 ジョビンさんに5票目が入りますささあジョビンさん、投票の結果本日処刑されるのはジョビンさんですそれではジョビンさんは最後に遺言をどうぞいやいやマジで最初に成くんが梅さん下向いてたって話あれどこ行ったんマジで <laughs> ええー。いや俺ちょっと言葉のミスなんだミスというかもうみんなからしたら怪しいって感じなんで俺からしたら確定だけど梅さん <laughs> え、なんでこんなことだったこんな一言のこんな言葉のあれで。そういうゲームなんですよえ、何君のあれ、えじゃあ僕はもう間違いなく占い師ですからね。とりあえず、梅さん確定なんで、ほんとそれしっかり頭入れて。河野君も言ってたけど、やっぱり何君の信頼度と最初、下向いてるって言ったのにもみんな信用してないで結局。俺になってるし。まあ、頑張ってください。じゃとにかく、あの、僕占い師なんで、梅さんです、やしいの。以上です。ありがとうございます。<laughs> それではジョビンさんはビデオの停止を押してください。占い先も、ね、覚えてなかったですからね。まあ、ジョビンさんを処刑したにもかかわらず、ん恐ろしい夜がやってまいります。それでいいです生存した皆様は,は、ね、ビデオの停止を押してください。なんで俺怪しいと思われたんだろうって,ってね、ええ。絶対反省してませんから。それでは皆様、おやすみなさいませ,すいませ、ね。また同じことやりますよ、やつは。それでいいです。それでいい。ジョビン、それでいいよ。ジョビン、それでいいよ。<laughs> お前は怪しい。 うん、お前のつるんでるやつがやたらネームバリューがあるやつが多い。それはケンジさんも言うよネームバリューある人としかつるんでないよねってね、なる。それはなる。うん。尊徳で人付き合いやってんだってなる。なるねそれでは、うん、能力者の皆様を起こしてまいりますそれなんでなんって、だんぶ一緒になってると思います、彼はね。ええ。いなかった。<laughs> えっと、俺はやおいちとつるんでるぞ。俺はやおいちとつるんでる。わかるだろ。俺はやおいちとつるんでるぞ。やおいちに得あるかお前ら。答えろ。やおいちに得あるか。ねえだろ。得あんのか。ねえだろ。やおいち流れ玉。やおたんは こんなこと言いながらも多分 LINE で名前出してくれてありがとうってくるからうんいや多分そういうやつだから <laughs> いやそういうやつだから、うん、さあこれで黒側も勝ち確定なんですがそれを気づくでしょうか梅原となりが <laughs> 多分気づかないですね多分川野が怪しい、えー、R が怪しいってなってるんですえっ、ー、とえ偽例映えちゃったら黒っていうのが普通じゃんって思うのが多分梅原なで。なりでは あの人狼の方を起こしてまいります。これケンジさんだったら逆に言うんですけど、ケンジも言わない。だからこれまたままだね最後までやりますよこれ。<laughs> てかケンジさん釣りそう。でケンジさんはこれ。人狼の型ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。ケンジがここで黒って言わないともう一生ケンジは白って言いそうですもんね。それでは30秒間話し合いの。結構むずいんだよね。いどんケンジカムトさはい。ケンジ噛むともう片割れの人狼が。 あれを嫌ってやったっていうふうには一応見えるよね。そうですね。もう騎士多分いないでしょ、これ。河野だよね、いないと思います。多分カー野なんで。んと、個人的には、もう、ケンジさん、あれケンジ、霊媒出てるのケンジさんでしたっけじゃあ、残しといた方がいいかなって思ってて、えっと、適当にガチ君とか言っていいんじゃないですか。いや、ガチ君俺、白出ししてるからまずいあ、そっか。じゃあ、ゴンタ。あ、いいのか、ガチ君にするか。ガチ君、ガチ君、ガどっちがいいガチ君、ガチ君で。

ジョビンの方が怪しいじゃないですか。だからジョビンのことしろって言うのいう。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。したこれ教授アップしなきゃいけないので、ね。一番ガチ君からビデオの開始の見をして。あそれかあ見てませんでしたごめんなさいっていう。二番ケンジさん。ま、ね、どっちかわかんなかったら。三番ハンサムさん。あちょ見てないで四番梅原さん。強六番ゴンタさん。本当の霊媒師ーズの全然強陣ムーブはあるのでここから。

俺は絶対、えー、ジョビンは死んだと思いました。あの、霊媒先、言いたいと思うんですけれども。はい。霊媒先あ、の霊媒の、その、えっと、ケンジさんが今ちょっと言おうとしてたんで、あの霊媒先じゃなくて、そのなんだ、白黒よ。なんですかはいはいはい。え、あなたは霊媒ってこと違ゃ違う。ケンジさんがさっき俺が霊媒で、俺が霊媒で。俺が言おうとする前に、そうそう、だから俺話し始めた時に、ケンジさんがちょっと話そうとしたから、あの言いたいと思うんですけれども。あああ。 あのねジョイさんが一番最後に消える時にもね、梅原さん怪しいじゃないですかって言って帰ってたんですよ。じゃなだからその言葉の使い方ただアホだからそれを使ってるだけなんですよ。そんな根拠ついいや、マジでこれ言わないと。でもいや、ケンジさんのあれ聞きたくないですかあ、じゃあ梅原さんの言わない先か。どっち先でもいいよ。俺からでいいですかあ、じゃあ梅原、いいよ。あ、いいですかはい。 なりくん黒です。はい。俺はこれも信用しないんで、俺はね、とにかく。ああ、上手。現状でさあ、これで、あ、じゃあいいですか。例外の方お願いします。はい、えっと、ジョビンくん黒です。起きた。うわ、やばく、梅原が。きれいじゃないですか。きれいじゃないですか。ちょっと待って。あれじゃないですか、折り返しさん。だって、そもそも、ジョビンは、これ、梅らと、ほら。 占い師で争ってるから自分が消されるときは必ず会いたいらしい。あの感じは絶対演技じゃないと思うんですよ。ケンジさん、ケンさん、ケンさんって巨人ですかそう、それはある。ケンジさんはレバイもう殺されてたんですよ。あの、素直に言ってほしいんですけど、ケンジさんって巨人ですか素直にレバイ師ですよ。素直に絶対レバイ師ですかケンジさん、ケンジさん、ナリクは人狼なんですよ。ああ。 人狼ですよだ話にないででじゃあ喋ないいいいい方がんんだねどううことさ人しょすやません、ケンジさん。ケンジさん。はいはいはい。巨人ですよね。霊媒師ですよ。いや、あの、いや、巨人のケーてテレモン。巨人でしょ、ケンジさん。

決まってんのこれ人。俺ら終わってんだじゃんジョビンは黒なんでしょうって聞けば黒人ですよねジョビンは黒なんでしょうって聞けばいやまぁ俺もともとが狂ってるからさ自分が狂人なのかどうかジョビンジョビン黒でしょあそうそうジョビン黒です勝手さんは知るですよそれでは話し合いが終了となりますジョビンのってわかるのはなぜですかマイクのミュートお願いいたしますケンさわかったかお父さんお父さんまた分かってなさそうだぞまだ分かってなさそうだぞ 本日襲撃されていたガチ君を選択いたしますので、2番 <laughs>、さんからの釣れとなりますそれではンジさん、こっからも釣れるから。か梅原さん。<laughs> <laughs> はいあの。ごめんなさいあの。全く空気が読めてないというか、あえっと、なんでこの2人から俺は。多分大丈夫だと思うんで、一応言いますね。 はい、僕、人狼です。はい。ナリも人狼です。はい。あなたは狂人ですよね。狂人です。投票で勝てるんですよ。あはい。あこの場で終わってんじゃないのでもそうしたら。あ違う。いや、だけど、それを俺らが認識してないから。でも、ジョビン黒って言った時点で、狂人だって分かるから。はい、ああ。だから、投票を同じしすれば勝ちです。ああ、そういうことですね。え、強人だよね狂人です。あっ、ごってかってごってごっ,っ,って。はい びっくりしたどっちだこれで渾身の釣りが来てるのかと思ってマジでびっくりした。俺らこれら俺ら人類を使用してやべえと思ったら。フィッシングかどっちだどっちだそういうことか。なるほど。びっくりした。ケンジさんがちょっとうまくなっちゃった。じゃあ合わせりゃいいんですね。合わせましょう。合わせましょう。はい。それではケンジさんはどなたに投票されますかハンサムさん。 おンサいオさんに1票目が入っます。では続きまして3番。などなたに質問されますかひやひやしたー。危ねえ。または分からんてこれは無理だろ。これは勝つだろさすがにゴンタさんでと。さんはいはい,、はい、はいはいはい。どこま どこがまずかったのかちょっといや俺やってんですよどこが分水冷めっちゃやってんのどこが分水嶺だったんだいや俺俺俺俺俺白2人殺してんよ <laughs> 俺白2人に決定票だから死に占い殺して <laughs> 死に占い殺して河、うん、野君もしかしたら、ね、霊媒じゃんないとですね にはした、えー、もうどこまで始めてもきリねえのかやったよもうひどいないや俺だってポンコツ味でぶりだったいやでもな占い先行ってほしかったな 俺葉市に何力説してんだろういやもう何でいや俺たちは白かったよ。バカっとしろかったんだけど。俺めっちゃ白かった。それでは、ハンさん、バカっとのが分かりましたつって。ただの悪口言っただけですからね。梅原で梅原さんに1票目の悪口を言っただけでした。じゃ続きまして、ンがアホってことがたかりました。まだ怪しいっつってます。まあ、もう決まりなんで。 オリカスさんで。オリカスさんにあ投,票<何>あ投票します。<何>もう、もう話、話しろこ,こで話す <laughs> 俺と話しろよ。いや、あのー、笑いこらえるきつかったですね、全体的に。<laughs> ハンサムさんに2票目が入ります。では続きまして、6番、ゴンタさん、どなたに質問されますか、えー、あ、僕も投票で大丈夫です。オリカスさんオリカスさんに3票目が入ります。ままでは7番、ナリ君。 梅原さんシンばっか死んでたもんな。いや勝ちました、ね。シンシンシンみたいな。ナイスコンビでしたね、これ。俺、ちょっとケンジさんびっくりしました、でも、梅原さんも。俺もびっくりした。教授やだと思って。でも,まあ、でも、ケンジさんの顔を見て、そこまでやっぱ考えれないんだろうなと思って、さすがに行きましたけど、まあ、まあまあ,まあと出てきてくれて。うん、あかったよかったます。レーバーですよって言ってたかな。あれ、ちょっとヒヤヒヤしたほ。本当に無限,無限レーバー入ってた。で、一回それね、あったのよ。 俺ちょっと怖かったんだけど。うわっ怖えまあこの村のレベルはそこまでだったと。そうそうそう。ちょっとレベル読みしちゃいました。それではナリ君、どなたに投票されますかハンサムさんで。ハンサムさんに4票目が入ります。いや、すごいっすね。投票の結果、本日処刑されるのはハンサムさん。

そして、狂人、ケンジさん、占い師、ジョビンさん、霊媒師、R さん、騎士、河野さんです。ああ、さん、霊もできんかった。30回して初めてでございます。え、新ナイトが釣り、新霊媒が殺され、新占いが釣られました。河野は、役職一層役職、思抜いてる。 そん通り <laughs> こんなりえねか？

いや、申し訳ねい、や、答えられるかなと思ったんだ、占い先だけは、占い師だからさ。梅さん、怪しいな、分かるでしょう、不満すぎ、みんな。梅さんの。いや、遅かったっすよ、言うの。やっちゃったよ。ジョビン死んだ時。マジで、面白かったもんな。俺も死ぬんだと思って。誰か忘れたっすね、とか言って。梅原さん、怪しいな。でね、あの、ハイサムさんもね、ジョビンがアホってことだけ分かったんですよね。 アホってことどんなテストしてもアホて出ます。あれちゃんと聞いてるの分かった上で言ってるんですよね。ちゃんと聞いてましたけどもちろんね。アホってはっきりと言われてたけど。話聞いたのにアホだったのに。あれが例外俺例外ではんで俺かまれたのか分かんない。あれさんは一番頭良さそうだと思う。邪魔だったんだよね。ああそういうことか。一番邪魔だからかんだだってさ、アールかんだらさ、もうさ。 もうすごいメンバーのことだよ。そうなんだよな、それ交流して俺、見せた方が良かったんだよ。だって、友食いしかしないメンバーが残るんだから、いい形で。し人狼でも俺が、占い師のこと、怪しいっていうのをどっちにしろおかしくないですか、俺。の占い師って言わなくていい。俺が人狼であったって、だからそのことも別にあんま関係なくないですか。だから人狼だと思われたってことでしょ。それを言うべきだったんですけど、さっき。あの

人狼の勝ちじゃない。えっと、どうするのって、でも、狂人って人狼の数じゃない。あ、そっか。あ、そういうことか。強人だけは、え頭数としては、市民側なんですよ。だから、今は三対二だったじゃないですか、市民側。はい、はい、はい。だから、終わんないです。だから、俺、ごめんなさい。それを勘違いしてて、自分が、自分が狼が人狼側だと思ってたのに。あの、変わ、なんですか。場が終わらないから。はい、はい、はい、はい。 だから梅原と成君どっちかが黒でまだ黒本当に一人殺しちゃったのか。なるほど。金井<て>さんジョビンさん黒出しはマジでよかったか。か <laughs> あのー、<laughs> もし今次俺人狼になるんだったら。<laughs> はい。 人狼が狂人一人いなくて大丈夫っす。何だよ、これ。2対7でいく。2対7でいい。の階段らあの、人狼一、狂人一ぐらいで多分いけるから。巨 <laughs> 人いなくても勝てましたよね。<laughs> められてる勝て、味方勝てん味方好てるんだから <laughs> 人狼同士の、だって何君投票してたからね。 投票もしたし、なんなら、なら、ししたから、確かに。いらねにな生きてるから。最後だ、すげえ悩んで、川野って言ってたもんな、お前。それ、ちょっと怖かったんだよ。さすがにあそこで何かにあれを入れたら、ちょっとマジで死んでましたね。でも俺、死んでも勝ててましたよ、多分あれ。いや、と思うんだけど、いや、そこで、俺、なんか、霊媒師が出てきてくれると思ってたから、死んでもいいかなと思ったんだけど、出てきた賢治が、その、強人だったから、危なかったよね。危なかった、危なかった。死んでたら危なかった。 いやでも面白かったです。分かりました。<laughs> じゃあ、えーと、僕の時計でね <laughs>、えー、23時3分からあります。5分休憩しますので、ね、いっ休憩します。は一旦は、はい。えー、ー取り休憩します。あんだ、ね。カーノ、ごめんなー。なんか、本当に、本当に怒ってたよね。<laughs> いや、本当に怒ってましたね。カーノ君、本当ごめん。お疲れのところ大会で。本当にすまん。 いやほんとさ俺口数少ないとか言ったらもう折笠さんとか毎回無言すかないすよいや何かさ折笠さんってさなんか妙な白さがないいやそうなんすよいやでもちょっと待って待ってどういうことかそれかりますめっちゃハンサムはピュアだけどでも今の状況はさすがに情報がなさすぎるから占い師ローラーじゃない どっちかに決め打ちして、<laughs> 最初からだって、もしさ、占いシローラー、2分1外したら、かなりやばくないですか、それ。強靭の可能性が高い可能性が。そう,そうなんだけど、たぶん3分のさ、3人出てたら3分の2黒いからやるみたいな感じだけど、2>, <う>2出てたら釣りにくいみたいな感じなのかなって。まあ、かあとは占いの、例えば、あれ、ジョミンさんが黒見つけたら、またちょっと話が大事だし。カーロ泣いてんの <laughs> 泣いてる大丈夫いやまあもうほんとに俺泣いてますよ今理論をね人とって一回やっててこの人狼をもしかしたらシュートとかフードとかああいうもうリズメのやつがいる人狼より難しいんじゃねえかと思だって理論がねえからがきねえんだだから手がかりがどこまでいってもなくてで。 唯一梅原がなんか「<laughs> いやまだ黒釣れてないから」って言った瞬間に「あこいつ黒だ」って思ったのに。だけどそれぐらいしか本当になくて。<ー>え何を 根拠にそのこいつが狼だっていう風に見ていけばいいのかもしてばわからなかったほんにさっきのもうゴンタさんのジョビンさんに占い先誰って聞いて誰か忘れておらないとマジでい。の方その前に答えてくださいって言われてゴンタさんごめん何だ怖いがしかもさゴンタさだってさジョビンがさその自分の城先のハンサムに入れてるからとか言って普通のやつだったらいいけどジョビンだったら絶対それ考えないで入れるけど怖えよでもさジョビンメタして いや、そうだけどさ、<laughs> いや、8人くらい残ってんだぜ、8人くらい残ってるいときにさ、なぜ俺にカサを選んだのって思っちゃったのよ。確かに。目についちゃったんだ,だ目についちゃったんだから。だ,だ,だから、<し>新役職とか村人がミスりまくるから、それをちゃんとその人がミスったかどうかを考えなきゃいけない。だから難しいよね。い1個、1> 要素増えるんで。 いや、しかし、黒人さんやたきは、やっぱ散らした方がいいんですかえっと、何も教えません。そうだよなすいません、ここでは何も言いません。ゴンタ、ゴンタ、これね、セオリーをタグルじゃ勝てないよ、これ。え、メタ使った方がいい。いや、好きなことやってください。俺、先般だからさ、やっぱり、ゴンタさんのはなすぎていいよかった。でも、自信持ってゴンタさん。多分まだお話できる側。 あなたは。あなさは。あなさん、俺はあなさん、俺は俺俺はえ俺は俺はうーん。ギリ。ギリこれ、もうちょっと見せ。もうちょっとあ、アルさん、俺はさん。俺はジョインは、ひらがなでおしゃべりしようね。アルさん、結構僕、やりますよね。ちょっと仲良くします。いや、わかんない。俺もそんな偉そうなこと言えるほどあれじゃないけど、ナリ君はまだ、もうちょっと。俺、何かすごいよね。あれ、考えてきたの <な>すい何を初日で梅原さんとまあ打ち合わせして僕がすっ飛ばすんで、うん、俺を黒出ししてくれっていうふうにお願いして、うん、あでもなんか俺ひよって梅原さんを黒って言っちゃったんですけど、うん、まあでもなんとかなりましたね。 あれ、仕込んできたとかじゃなくて思いついたってこと思いつきですね、とっさに。意外とね、りく君ね、ちょっとね、まあまあやりよるかもしれないですね。僕、強人と人狼と市民しか弾いたことなくて、まともなまともないですか。意外とね、強人と人狼と市民あいろいろあるんでね、楽しくやっていただければいいです。自分が思った通り、だから、ひよったら散らせばいいし、いつも通りね、おかめプレイすればいいし。 自分らしくやった方が市民の時読みやすいんじゃん。あいつはこういうやつだからこうじゃねっていう。俺俺とんでもで連敗してるんですけど、前回の試合とんでもで連敗してるはずですよ、俺も今多分4連敗してる。俺もそんぐらい本当に。俺がしろって。 ただ、あほって悪口言われただけは正直。悪口っていうか事実いや、あれは、あれ以外何でもないですよ。本当に、ンタさんも二度とあの質問しないで。分かった、すぐすぐ答えてみたいな。すぐすぐ。い度とおしめしてみたいな。あれ、怖い。本田さん、あれは怖いわ。あれ、俺が何かた、あるんだから、本当に。あれ、どんな質問でも答えられてる。あんな脅迫されたら、どんな質問でも無理。やごめん、本当に悪かった。 いや、本当悪かったよ、ごめんよ。確かに優しさが足んなかったね。優しさがね。いや、もうそんなに言わねえな。俺でも、俺でもジョビーさん。そんなに言わないでえ、ジョビーのことは、なんていうんですか、ケンジさんは。え、ジョビーのことは、なんていうんですか、ケンジさんは。え、別に。浅いだけですよ。なんか悪口ばっかりって。 いやここでじゃんこの人喧嘩出してくれればジョミさん喧嘩出せんなからここになっちゃう俺なんかつこそはいじゃあ三じゃあ三分なりましたので二回戦参りたいと思います皆さん準備どうですかよろしくお願いします大丈夫ですそれではスタートしますよろしくお願いしますはいしますお願いじゃお願いします皆さん本当にさあ始まりそれでは皆様第二戦目を開始いたしますただ今から役職を配布いたしますので。 夜を、えー、ゆっくりとお過ごしいただければと思います。